はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、スターホースポケットを始めていきたいと思います。さてですね、今回は秋競馬ですね。デイリーガチャを引きましょう。生産ができるカスケードは強いな。すごいな。カスケード3区なんてあるんだ。一瞬ちょっと目がランランになった。カスケード能力ってどうなんだろうな。まあともかく前走は秋の天皇賞を勝ちまして G1 初制覇となりました。今獲得賞金が700枚なのでもう少しで1000枚を超えます。果たして WBC 出すのがいいのか、もう一層 G1 をね、様子を見た方がいいのか。成長から見るとまだこれからだと思うんでね、ここはあんまり無理したくないですよね。ベスト馬体重が454キロか。違えた。これで放牧か戻るのがいいのかな。スタミナ勝負根性か。ちょっと太っちゃったかも。おっと、ここで超強力な、気性があんまり良くないんでね、気性を育てないといけません。さてですね、馬体重ですよね。問題は状態はいいんでレース出させてもいいとは思うんですが、なんて言ってる。もうレースに出させてもしょ大した問題はないって言ってるようなもんですね。どうしよう、誰を乗せようか。ルメールいないんだったらルメール乗せてもいいかも。一応もう一絞りですよね。よし、454キロはベストのままですね。香港カップは勝率が1000だな。ただ戻してから2周はちょっと早すぎるかも。どうだろう、空き店とか微妙にあれだし、ダートは絶対合ってないからありえないし、やっぱりこの辺か香港バーズか香港マイルあたりしかないんですよね。香港マイルになると加減になるんで微妙だしな。マーベラス、2.6 倍の一番人気、まあ、圧倒的な前の、その、父の世代比べて圧倒的な一番人気ではまだないですね。黄金時代とは言うものの、まあ、モーリス強かったかな、エーシンヒカリ、ラブリーデ、みんな強いし、
海外馬で丸がついてるのはないのか。モーリスと人気分け合ってますからね。かわいい馬が。さあモーリスと一騎打ち みたいな感じかな。まあ遠心光も気をつけないといけませんが、ステファノスも大外にいるしね。もちろん現地はじめとする日本馬じゃない馬なんだそれも重要です。かっこいい香港カップ、ダビスタじゃない、ウィーポでは散々お世話になる香港カップです。2000アニマだと長い馬がこっちに行くんですよね。あー、まあスタート相変わらず良くないですよね。直線が短いからな、このコースは。遠心光を前にいますね。遠心光が逃げましたね。この雨だから結構二の足が粘るかもしれない。さあ、ポツンですね。果たしてこれで届くのか？うまくいってるのかな、これ。まあ、とはいえ、追い込みなんで、この戦法を取るしかないですからね。ヘレン、西川ヘレン。早くはないですよね。ちょっと縦長にしては早くない。ちょっと、ペースに逃れてるっていうか、これしかないとはいえ、ちょっと後ろすぎないか、これは。さあもう残りがないぞ。そんなに離されてる。遠心光をもうラブリーデーが監視に行って、ステファノス一気に来た。すごいな。さあ届くのか。中終わったが、かわしたか、かわしてるが、首の上げ下げでなんとか勝ちましたね。しかし、この、それなりメンバーが揃っているとはいえ、危ない勝ち方だよな。4コーナーではもうダメだと思った。香港カップ制覇です。次はドバイターフか。これに出すにはちょっと時間が経ちすぎますよね。そうですね。さあこれで放牧ですね。アリマ、本来なアリマの衆。改装もできるんですが、外見変えたらなんかメリットがあるんだろうかな。ないよな。ならば別にそれはいいんだけど。はい、というわけで、なんとか香港カップを勝利することができました。これですね、G1 2勝目、獲得賞金をもちろん1000枚を突破いたしまして、
次は WBC かな。まあ不安はあるんですけど、瞬発力いいとこ高めたいですよね。はい、というわけで、次もやっていきたいと思います。はい、ここまで、本日ご視聴いただきありがとうございました。またですね、高評価、コメント、SNS を拡散も歓迎しております。ブログ、ツイッターもやっておりますので、説明欄からアクセスしてください。最後の20秒に流れる関連動画、動画プレイリストもお時間がありましたらお願いいたします。はい、ゲーム動画でいこうでした。ありがとうございました。